スピードとあれからいけば石田選手の方が順当ですけどね、はい、先ほどのようにああいうふっと出るような面をですね、はい、石田選手気をつけておかないと高橋君のそれだけですね、ああいうのこれは両者ともに体の大きな大型犬種同士の対戦、はい、石田と高橋、赤が石田、白が高橋です。ほとんど同じような体つきですね、はい、しかしスピードとですね爆発力というんですか、はい、そういうのは石田の方がはるかにいいですね、はい、高橋は先ほど田島を破った面があります。上背を生かしての面を得意にしている高橋、この間後向きに来るもんですからね、はい、石田もそこを気をつけておかないと、そしてであることはあるですね、あの面ですね、はい、それで面に行くようにしていて、もう一つは小手に変化するんですね、はい、どっちも足が高いから届きますからね。そうですね、はい、石田が181センチ、同じように見えますが高橋が3センチ高く184センチ。ただ高橋の方がああいうふうに足開きがちょっと広いですからね、だから身長的には同じように見えるんですね、あなるほどね、はい、股が広いんですよ、はい、で石田の方は、まあ、その代わり打った時に余計に出ますけどね、はい、だ石田選手も一つで仕留めようと思ったら高橋に余されますから、はい、ね、ああいう風なのが案外いいんですよ、はい、今年の大会は関西勢の台頭が目立ちます。ベスト4に残った3人が関西勢、大阪2人、京都1人、そして東京1人、そのうち大阪府警の石田洋次選手がすでに決勝進出を決めました。おそらくどこかで弟の洋次選手も今のこのお兄さんの試合見てることでしょうね。そうですね、面を気をつけておかないと、はい、石田はを得意にしている、今左側に回った高橋、京都府警、試合時間3分を超えました。技の豊富さはもう石田の方があるんですけどね、はい、高橋は今言うようにこの試合巧者ですから、抜いたりこのマークすかしたりですね、でなかなかこの間のこの取り方がですねうまいんですよね、はい、来るようにして来ないだったりですね、激しい打ち合いになりました。非常にオーソドックスな剣道で、この館内にも石田ファンというのがやはり多いようですね、はい、見てて気持ちがいいですからですね、はい、切れ味はいいし、もう30秒切りました、はい、面来るわけです、あれはもう一つの見せかけですね、下を攻めといて、高橋選手はそういうところ試合巧者ですよ、なかなかですね、なるほどね、はい、今のどう打ったのは見せかけですか、はいはい、残り10秒今度面来ますよ、おそらく
得意の面はどうか、片足あれですね、延長戦に入ります。準決勝の2つ目の試合です。第1試合はすでに石田洋次が勝ちました。高橋はなかなか守りも硬いんですよね、ええ、すでに去年優勝の宮崎正弘選手は3回戦で敗れ、去年準優勝の映画選手も早々と姿を消しました。実力者の田島も前原も姿を消して、波乱含みの第40回の全日本剣道。今のような音に一瞬戸惑わされるんですけども決まってないわけですね、はいはい、あの肩で話してますしですね、はい、これが入ってこりましたね、連が決まりました。これで石田が勝ちましたので、いよいよ史上初の兄弟決戦決勝戦ということになりました。準決勝第1試合、地面ですね、はい、地面、まあ、前ほどから言ったように引いてよしというのでですね、はい、大阪